新潟県立津南中等教育学校。新潟県立津南中等教育学校。新潟県立津南中等教育学校英名。津南接近デリースクールは、新潟県中尾沼郡津南町下、船渡に所在する県立中等教育学校。2006年、平成18年に開校した新潟県立津南高等学校の校舎を継承した公立中高一貫校。 通称は津南中東。東下町、中尾沼地域の高等教育拡充のために、新潟県立中高一貫校として5番目に開設された。東京大学、京都大学等の難関大学に進学する卒業生も少なからず存在し、目的は達成されつつある。1学年の定員は2クラス80名と、少人数クラス編成で、 英数授業時にはこれをさらに分けて授業を進める。2012年、平成24年度より2学年ごとにファースト、セカンド、サードステージに再編成した。これにより、セカンドステージ終了までに国数 A の基礎力を身につけることによって、サードステージでは分離選択後の主要3強化の発展的学習や他、強化のさらなる探究的学に励むという独自の カリキュラムを設定している。男女の制服は共に濃いコイ色を基調としており、落ち着いた印象を与える。また、効果は、庭野富吉作詞、後藤船作曲の、新潟県立津南中等教育学校効果である。この合宿は入学後すぐに行われる合宿である。新入生同士の絆を育むとともに入学後に、課される自宅学習課題に対して、 どのように取り組むべきかを、各々が考える合宿である。この研修は3年生が行う、国内研修である。初期英語教育において、この研修を行うことで、リスニング能力を高め、英語独特の文法を体で習得することを目的としている。この研修は4年生が、 オーストラリア、ニュージーランドなどの時差の小さい英語圏の国で行うおおむね10日間の国外研修である。英語の習熟度によっていくつかのグループに分かれ、そのグループごとに受け入れ先の学校が分かれる。この合宿は単に英語能力の強化だけを目的としているのではなく、他国の文化に触れることで、生徒個人がより良い進路決定を下せるようにすることも目的となっている。 この行事は秋に行われる遠足のことである。遠方からの通学者の多い学校の特質から、地元についてよく知らない生徒も多く、これらの生徒に地元をよりよく知ってもらおうという意図を持ってい。ルートは1から3年は共通だが、他の学年は毎年個別に設定する。6年生は受験準備のために参加しない。雪が降りしきる2月頃に行われる。 4年生と6年生は参加しない。全国有数の豪雪地域という立地を活かし、近隣のスキー場にて、学年単位で1日かけて行われる。雪が消えた頃に開催される、文化祭と並ぶ津南中東の2大行事の一つである。各、ステージごとに1クラスずつの、計算クラスが一連合となって争う。開催一週間前から全課外活動が中断し、 全校生徒が一丸となって準備にあたる。種目としては、生徒会の独創的な企画による、生徒会種目やステージ対抗クラスリレー、応援合戦などがある。10月に開催される津南中東の代表的な行事である。この行事に関しては、生徒会の文化祭実行委員会が丸1年かけて企画を作るという非常に手の込んだものになっている。 1>, 1から3年生はここにおいて合唱コンクールも行いクラスの私有を決することになる。この他にも4.5年生によるクラス企画や科学部による津南万博、各種展示などがある。年に数回開かれる各界の一戦で活躍する人を招き行う講演会のこと。この講演会を通して自身の震度についての関心を高めるという目的が 津南中等には、以下の学校設置部活動があり、生徒の活躍の場となっている。1マネージャーはその限りでない。22011.2012年度、陸上競技部から男子走り高跳びで、全国高校総体出場。32012年度、個人活動から、男子競泳背泳ぎ200メートル100メートルで、全国中学校総合体育大会出場。各認、優勝。 全校生生徒徒が所属するる定例生徒総会は毎年4月に開催される本校では、社会貢献活動の一環として、ペットボトルキャップ及びアルミ缶の回収を行っている。この活動を通じて発生した資金は、社会貢献活動、事前事業の資金となる。本校では、標準事業数よりも多く事業を行うとともに、 自宅学習習慣の早期定着を図り、夢を実現できる確かな学力の育成に努めている。また、二人担任制を採用し、生徒一人一人に対してきめ細やかに指導を行っている。学習の向上化という目標の達成のために、全校生徒に最低でも平日2時間、休日3時間の学習を推奨している。このため、 6回生を除くすべての生徒に対し課題を課している。主な使用教材は以下の通り、セカード。サードステージの生徒は年に数回の学習合宿に出かける。これはマンネリ化した日常生活から脱却することで気分を一新するとともに、各社模擬試験などを工事にとらわれることなく、時間をかけ、回答解説を行うことで、 一人一人の応用力を育むという目的を持つ。長期休業期間中の登校日をこのように呼び、その目的はステージごとに異なっている。ファーストステージの生徒はこの期間に探究的な活動を行うことで学習意欲の向上を目指す。また、セカンド、サードステージの生徒はこの期間中も通常授業を行うことで早期の履修完了を目指す。 校舎は管理棟、特別棟、第一代に体育館から構成される。また、グラウンドを2面備える。古典全集や明治文学全集などが一通り揃っている。開館時間は1日1時間程度である。音楽教室にはアップライトピアノ1台、グランドピアノ1台を備え、第一体育館にも1台完備されている。また、フォークギターも備える。 その他にも多数の楽器あり、美術教室には標準的な設備の他にも焼き物用の窯が完備されている。この他にも書道教室があり、後日の社会科教室同様に天板の大きな机が配置されている。段を備えた教室である、大型液晶テレビを完備し、映像教材の鑑賞や学年ごとの集会などに用いる、 書道教室同様の天板の大きな机がクラス人数分配置されており、図節を広げながら授業を受けやすいようになっている。大型テレビが配置されている。パソコンがクラス人数分配置されており、総合学習や情報の授業に使用されている。技術の授業に使用されている。ノコギリ、金ヤスリ、ハンダゴテなどを完備している。物理教室。 科学教室、生物教室がある。標準的な備品の他に、ドラフトチャンバーエバポレーター、超音波洗浄機などがあり、発展的な実験に役立っている。また、生物教室では、メダカなどの水生生物を飼育している。被覆教室には、約20台のミシンやクラス人数分の裁縫道具が備えてある。他にも、調理教室があり、家庭科の授業や、 文化祭クラス企画などにおいて使用されている。木材をふんだんに使った内装で安らぎの空間である。ベッド数は2。自習用の大型机が7台置かれており、課外時間や休日に生徒が自習や進路学習を行う。各種試験の過去問題集、予想問題集、参考書などが多数置いてある。他にもパソコン2台、液晶テレビ1台が置かれている。 1> 第1体育館は、生徒用行為室を併設しており、バスケットボールコート2面分の広さである。第2体育館は1階部分が閣議場、2階部分が体育館になっている。2階の体育館は、バスケットボールコート1面分の広さである。第1グラウンドは300メートルトラックより、若干大きいくらいの広さであり、砂場などを併設している。桜が15本ほど植えられている。 第2グラウンドは野球場になっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。